若者たち2014。今更ですけど、俺このドラマすごく好きなんですよ。登場人物のキャラクターがいいし、ストーリーも面白いし、なるほどと思うセリフも多いので、特に登場人物たちがお互い真剣に向き合って本音でぶつかり合う感じが好きですね。現場でも影響というか刺激をたくさんもらっています。あれだけ実力のある役者さんとご一緒していて刺激を受けるなという方が無理ですけど、このドラマが終わって振り返った時に、あ、俺成長したかもと感じられたら嬉しいです。そのためにはまだまだ頑張らないといけないですね。というのは、佐藤家の末っ子忠を演じる20歳の野村周平が公式サイトのスペシャルコンテンツ若者目線で語ってる本音、うん、まあ確かに最初はね、今時ではないと感じた昭和の時代の物語ではあるんだけど、やっぱり昭和を生きてきた者にとってはね、共感できるところも多いわけで、うん、ただ現代の若者たちにはね、果たしてそれが通じるのかどうかね。とりあえず演じている20歳の若者はね、時代を超えてしっかり共感してくれてるわけで、うん、まあ視聴率の方は第5話以降も 6.8、6.1、7.3、7.4 と苦戦続き、でも一応下げ止まりというかね、横ばい状態で、結局視聴者が固定された、共感できる人はずっと見てくれてるけど、でもあえて口コミで広げるほどでもないとね。うん、でとにかくこのドラマに関しては、妻夫木聡、瑛太、蒼井優、満島ひかりと主演級の俳優たちがね、それこそガチの演技バトルを繰り広げるっていうのも見どころの一つなんだけどね。その中でも登場シーンから結構インパクトがあったのが、八代孝子を演じている長澤まさみ、うん、まあ近頃では都市伝説の女の音無月子とかコメディエンヌとしても地位を確立した感じだったのに、今回はおなじみのキャピキャピした甲高い感じの声ではなく、タバコまで吸ってたし、うん、とにかく今までにない長澤まさみっていうのをいきなり見せつけられたね。ちなみに長澤まさみ自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、高子は音楽という自分の夢を追いかけて東京に出て行ってやりたいがままに過ごしてきた反面、実家に置いてきてしまったもののことも実はちゃんと感じていて、本当は純粋で心の優しい人なんだと思いながら演じています。制作発表では今までに演じたことがないボーイッシュな役って言いましたけど、例えば声のトーンも低くてタバコも吸ったりと、でタバコのシーンは昔桃井香織さんがタバコを吹かすのを何かで見て以来少し憧れていました。今の時代にそのかっこよさが伝わるのかわからないですけど、60年代のドラマをモチーフにした若者たち2014ならできるのかなって。描いている時代は現代でも登場人物たちの心の奥底には古き良き昭和が流れていますから、現代人の価値観にはないものでもかっこよく見せられるのがこのドラマの良さかなと思っています。それと農業の作業服をはじめとして衣装とかメイクとか持ち道具とか状況設定でキャラクターが生きている感じになるというのが面白いと思いました。うちは祖父母が農業をやっていたので、私もその大変さを見て感じていて、大変なことが分かっている分、ああいう農業のシーンを見て農業をやろうと思ってくれる人が増えたらいいななんて思いながらもやっています。本当に農家は生半可な気持ちではできないと思いますので、だからこそそれを知りながら頑張っている高子はけなげだと思いますし、応援したくなりますね。それから第6話ではリサローブのステイを歌うシーンがありました。以前2006年放送の TBS ドラマセーラー服と機関銃で主題歌を歌ったこともありましたけど、役に合わせて劇中で歌を歌えるのは楽しいなと思いました。子供の頃に見ていた家政婦は見たで主演の市原悦子さんが家で飼っていた猫に鼻歌を歌って聞かせるシーンがすごく好きで、とっても可愛らしいんです。そういうのもあって劇中で歌うのは好きで、今回のステイは英語詞ですごく難しかったので練習を重ねてスタッフの皆さんにもたくさん協力していただいてできたものです。よかったという声をいただけてほっとしています。恥をかかなくてよかったなって。とにかく今回こうやって今まで自分が演じたことがないようなキャラクターをいただき、一役者として楽しいとかいいと思える形でお仕事をさせてもらっている気がします。なるほどね。
うん。まあ、またこれでね、長澤まさみ、演技の幅もさらに広がったと。うん。ということで、何はともあれ、若者たち2014、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。